神社って神様以外のものもいますか？今回は、神社に通い出したら、不思議な体験が次々と起こるようになったお話。ではどうぞ。すれたいの通りです。ここ最近の不思議な体験から、疑問に思って相談したいと思いました。レス着いたらこう思った経緯を書きます。はい、どうぞ。私は犬を飼っていて毎日散歩に行くのですが、今年の6月から何の気なしに、近くの神社を、毎朝の散歩コースにするようになりました。それから今まで、雨の日も風の日も毎朝犬と一緒にお参りしています。私の家の近くには神社が2つあり、1つは大きいというわけでもないですが、それなりに手入れされている綺麗な神社です。もう1つは、年末年始にしか人が来なさそうな、かなりボロボロな神社です。前者を A 神社、後者を B 神社とします。7月中ほどまでは、人も少ない B 神社にお参りしていたのですが、A 神社にお参りした際、小綺麗な感じからいい印象を受け、その後は A 神社に毎朝行くようになりました。毎朝の A 神社参拝も慣れてきた8月に入った頃、家族が立て続けに体調不良を起こし始めました。病院に行っても原因は不明、夏風邪だろうとのことでしたが、一人2週間ほど具合が悪い状態が続き8月が終わり、9月に入ってからは一人が骨折、一人は急なひどい腹痛で、救急にかかり CT まで取りましたが原因は不明。血液検査では炎症反応があるのに、炎症箇所が見つけられませんでした。何か悪いことが続くなぁ、毎日神社にお参りしてるのにな、と思っていたある日の夜のことです。その日は雨でしたが、犬の散歩は朝晩欠かさないので、通常通り家を出ました。お恥ずかしながら、うちのワンコはやんちゃで、散歩の際はぐいぐい引っ張る、オラオラ系の犬なので、脱走防止のためにダブルリードにしています。その時もほぼ引きずられながら散歩していると、ワンコが急に止まり、自身のお腹ら辺の匂いを嗅ぎ始めました。私がどうしたのと近寄ると、ふっとリードが軽くなり、と思ってワンコを見ると、なんと、首輪とハーネスにつけている、2本のリードのカラビナとフックが両方外れていました。慌ててとっ捕まえてつけ直しことなきを得ましたが、過去に脱走したことがあったため、リード系の点検は毎度しっかり確認しており、20ロックもかけていました。カラビナとフックを見ても、壊れた様子はありませんでした。何かが意図的に外さないと、こんな偶然起きないのでは。と。なぜかその時、B 神社の神様がやきもち焼いて、こんないたずらをしたのか。と思うようになりました。神様って、お参りに来ないからっていたずらしたりするのか？そうだったらなんだか可愛いなと思い、その次の日あたりから、最初にお参りしていた B 神社に、毎朝の散歩コースを戻すことにしました。不思議と怖いとかどうしようとかは思わず、もう可愛いやつだなぁと思っていました。久しぶりの B 神社お参りの際、もしかして私が A 神社にばかり行くから、やきもち焼いちゃいましたか？可愛いですね、大丈夫、大好きですよ。と心の中で話しかけ、さあ帰ろうとした時、今までそこにあったことすら知らなかった、絵馬をかけるところにある絵馬が、カタカタカタッと激しく音を立て始めました。そんなに絵馬が揺れるほどの風は吹いていませんでした。一瞬びっくりしましたが、ああ、私に存在を教えてくれたんだなと感じました。帰りに鳥居をくぐるまでの間、しきりにワンコが振り返り、じっと神社の方を見つめていたので、何か感じていたのかもしれません。それから今までは、特に悪いこともなく過ごしています。ですがそれ以降、自分の周りに気配を感じることが多くなり、黒っぽいもやが、ちょこまかと動くのを何度も見るようになりました。そのすべてからは、怖いとか嫌な感じは全く受けず、また人間っぽい感じもしません。姿がはっきり見えているわけではないのに、またまた可愛いなと感じるのです。無類の動物好きの私が動物を見て可愛いなぁ、と感じる感覚と同じなのです。そしてそれらは、気配や視界にちょこっと映るだけで、何もしてきません。そして今日の朝です。弾道ミサイルが落ちてくるかも、と言われた地域に住んでる私は、朝から大雨なのも相まって、しょんぼりしながら朝の散歩に出かけました。いつもなら、雨だろうが神社のお参りは欠かさないのですが、今朝はどうも気が重く、神社には行かずさっさと帰ってきてしまいました。また神様にいたずらされたらどうしよう。と不安になっていると、数時間後にワンコが急にうなって吠え始めました。すると、壁に飾ってあった飾りがぼさっと落ちました。次々に3つも、私が心の中で、朝行かなかったからここまでついてきちゃったの？と聞くと、ついで2つ落ちました。ここまで来ても恐怖感はありません。が、神様のような神々しい感じ？もしません。すごく庶民的な雰囲気を感じます。一連のことは偶然っちゃ偶然なのだと思うのですが、リードの一件は、確実に何かの力が働いたと考えています。疑問なのが、神様っていたずらとかするのでしょうか？
神様じゃないとしたら、神社に神様以外のものが住み着けるものなのでしょうか？私には終始動物のような気配を感じています。霊感がすごくあるというわけでもなく、ここ10年ほどは、何も見えない感じないが続いていたので、不思議なこと続きです。そして、神社にお参りすることをやめると、一体どうなってしまうのか。外では私の言うこと聞かないワンコのリード外されるのも、私にとってはかなり嫌な体験だったのですが、それ以上のことってあるのでしょうか。マジレスすると、神様の定義、がわかっていないっすね。神様の定義、ですか？確かに対して詳しいことも知りません。もしよろしければ、教えてくださるとありがたいです。神と呼ばれる存在が人間に忖度なんかしない。人間にちょっかい出すのは眷属だろうと思う。今まで来てたのに、お前うちの神に対して不遜だなって、触りがあったんだろうね。ちなみに稲荷は中途半端にお参りしたらあかんよ。なるほど、神様がっていうより、眷属がって言われた方が、私が感じた雰囲気に近い気がします。眷属の雰囲気ってどんなんだよ、って言われちゃいそうですが、なんて言うんでしょう。近所の野良猫がそばに来たような、得体は知れないけれど、おごそかな感じもしないというか、神社長の HP で見た限り、そこはお稲荷様ではなく、天照スメ大御神さんと豊受大御神さんが、祀られているらしいです。なんとなく神社って雰囲気素敵だなと思い、無知のまま通っていました。場所による。北海道の日本海側です。基本神社には悪いものは入ることはできません。ただし、それはちゃんと機能してるところだけですが、機能している神社には、密閉された箱のような結界の仕掛けがあって、霊的に外から入れず、内から出れないようになってます。普通はその箱の中に神霊さんを呼んで、外から悪いものが入ってこず、内からいい気が漏れないようにしているのです。しかし、そもそも社自体が消耗品なので、経年劣化で壊れていってしまいます。要は、箱に穴が開いていってしまうわけです。穴が開いたまま放置されていたら、当然その穴から誰でも出入り自由になります。なので結論としては、そういったものもいることがある。そういうものなのですね。勉強になりました。B 神社は、外壁や屋根の飾りのようなものも折れていたり、穴が開いていたりして、丁寧な手入れをされているようには見えません。6月から頻繁に通っていますが、私以外の参拝者は3回見ただけです。うち2回は同じ人。A 神社の方は、しょっちゅういろんな方が参拝されていました。神社としての機能の劣化具合は、参拝者の数にもよるのでしょうか？参拝者が多いところは、一人一人構ってられないけど、参拝者が少ないところはその逆、というような。もしあなたの言う通り、神社としての機能が落ちていたとしたら、私が見たり感じたりしているのは、悪いものの可能性もあるということですね。ちょっと心配になってきました。ぶっちゃけて言いますとお金です。収入のある神社は商売的にも儲けもありますし、神社の人が改修とかを依頼して治ったりするのですが、まあ、直すにも維持するにもお金がかかっちゃうんで、壊れたままにしておくしかないんですよね。私も過去には少しですが、見えたり感じたりしたことがあったので、良くないものからは、嫌な感じがした感覚がわかります。しかし、今回のからは少しも嫌な感じを受けなかったので、判断がつかずにいました。今はまだ大事になっていないので、気を引きたいのも可愛らしいなと思いますが、悪い方にエスカレートする可能性もあるのですね。今後悪い方にひどくなるようでしたら、おっしゃってくださった対策についても考えたいと思います。かわいそうな気もしてしまいますが、ちなみに、神社に通うことによって、一度なくした霊感のようなものが、復活することってありえますかね？ここ最近の感じたり見えたりする回数が、人生で一番頻繁で、それも全てが同じものではないのです。見慣れているわけではなく、いちいち反応してしまうので少し疲れてしまいます。基本的に、本質的に霊感のような感覚を持ってる人は、それが弱まったりすることや、意識的にそれを感じないようにすることはできても、完全に消滅してなくなるということはありません。残念。私も人より見えるものがものすごく多いですが、見えてしまう以上どうしようもないので、そういうものだと知って、向き合っていくしかないですね。おお、一生ものなんですね。急に現れたり、あたかも本物かのようにいらっしゃる彼らのことは、見慣れるように頑張ります。ワンコについてですが、神社に限らず、排泄の処理やよその土地を荒らしたりしないように、などはしっかり管理していますので、そこは安心してください。変人扱いされるのが怖く、今までの人生で、一度も誰かに相談したことがないジャンルのことだったので、お話聞いてもらったり、アドバイスいただけたりして心が軽くなりました。ありがとうございます。へへへ。もやもやしていた疑問にも、納得のいく答えをいただけてすっきりです。あとは今後の展開に気をつけつつ、可愛い子ちゃんと共生？
していけたらなと思います。構ってほしいだけなら、払ってしまうのはかわいそうな気がして、極力避けたいとは思っています。アマテラス大神さん、お名前は聞いていましたがさすがです。毎日参拝していてよかった。これからも喜んで通いたいと思いました。この度は文章力の低い私の相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。ちなみに、眷属も神様も素敵な方に対しては時に嫉妬はしますが、その方自身や周囲に対し、何か悪影響を与えるようなことはありません。本物はそんな回りくどいやり方しないで、直接いろいろ言いに来ます。騙されないように。神様は犬、猫嫌いなんよ。連れて行ったらあかん。犬の散歩場所違うからね。神聖な場所。そりゃ怒られるわ。そうでしたか。それすらも知らず、自己満足でお参りしてしまっていました。怒らせてしまっているのなら、この程度で済んでまだ良かったと思います。すみません、その方が言ってることは、半分嘘なので心配しなくても大丈夫ですよ。確かに神社は場所によっては、飼い犬を連れての参拝を禁止していることはありますが、それは境内を掘られたり荒らされたりとか、糞を置いたまま帰られることをなくすためであって、神様が嫌ってるからとか、祟りがあるから、というわけではありません。見えないけど、何か感じたり、音や声聞いたりするのはどういう状態なんだろう。誰もいないのに服引っ張られたことある。私は見えたり感じたりするけど、音として聞こえたことはないかもしれません。気配プラス耳鳴りのパターンはよくありますが、その人その人によって、霊的なものに敏感な部位が違うのかもしれませんね。つい先日、私も思い切りぐっと引っ張られ、ドアに肩を強打しましたが、その時は、上着のポケットがドアノブに引っかかっていた、ただの自爆事故でした。本来祀られてた神様がどこかに消えてしまい、他の何かが入り込んだ場合って、あまりよろしくない雰囲気になるのかな。それを人は感じ取れるものなんだろうか。どうやらアマテラスちゃんのところに、参拝した縁があったようですね。話は以上となります。いかがでしたか？よかったら、感想をコメントしてくださいね。チャンネル登録と高評価もお願いします。では次回の動画をお楽しみに。バイバイ。